顔次第なとこあるじゃないですかね。お、バスボム来た？バスボム来た。やっぱりバスボムぐらいがね、ちょうどいいんですよ。最高。私は最高の女だよ。いや、そういうことじゃないんだよな。いや、そういう意味で最高って言ったんじゃないんだよ。バスボムに関して言ったんだよ。ファンの方からバスボムもらった。とっても綺麗で嬉しいな。今日の入浴が楽しみ。4万円で貸してくれませんか？え、4万円貸してくれませんか？必ず来月には返すんですか？だからやべえやつ来てんだけど。どうした？ここにもなんかやばいやついたしさ。なんか卵アイコンのやばいやつが来たんだけど。久々にピと一緒にお風呂に入る口実ができたから嬉しい。オタクからすれば最悪の使い方だろうけど、まあ裏切り行為もいいとこですよね。じゃあ今日は何しましょうか。まあ、また新ネタ発見ぐらいでいくか。今日はインターネット、新ネタ、お、なんか動画サイトあるな。エゴサ SNS、 ストレスに上がる、動画サイト面白そうだな。動画サイト行こう。怖い映画見た時にふざけて、恋人に抱きつくかどうか悩まない。今日思わずやっちゃったんだけど、本気で怖がってるって思われて、マジって顔されたわ。あ、そう。動画サイトに新しいの追加されたんだけど、やっぱりアイドルを目指すアニメっていいよね。それ、あ、アイドルマスターかな。それが女子アニメだったら、なおさらいい。夢のアイドルに向かって全力な彼女たちを見ると、いかに女から金を巻き上げるかが重要な現実世界が嫌になるよな。綺麗だな。なんで私は、あれじゃない。なんで私は濁ってる。今日はオタクたちに輝きを教えるため、女子アニメの話をするよ。女子アニメの話するか？女子アニメ、見てるやついるかな？配信見、来てる人で。最高か？最高だよ。もうなんか最高だけ言ったきゃいいんじゃねえかっていう感じあるけど。お。配信頑張るか。うなぎ買ってきてスーパーで一番でかいやつ。オッケー。返事だけはいいな。だって返事しないとさ、文句言われんだもん。するしかないもん。じゃあそうだな、また、まだストレスも好感度も、闇度も、なんか、ほどほどでいけそうだな。遊びに行くか。ゲーム。うん、ゲームしよう。すげえつまんなそうにゲームすんな。作業でゲームしてる感がある。ゲゲ、音ゲーで盛り上がりすぎたら、両隣から壁ドン来たし、雨の部屋がリアル音ゲー状態になっちゃったよ。イヤホンとかつけてやればいいんじゃないですかね。やっぱゲームって楽しいわ。人は遊ぶために生まれたことがよくわかるね。私もだんだん配信慣れてきたことだし、いっちゃやりますか、ゲーム実況。おー、今やってるよ、俺も。懐かしのあれで遊んじゃおう。レトロゲームってことですかね。最高か。あー、もういよいよ無視されるようになってきた。同じのだとまずいとか、ちょっとありそうだよな。自分の巣で立ってるけど、え、巣で立ってるの分かってるけど怖くて見れねー。代わりに見といて。分かったよ、行くよ。OK か。OK ってやると、毎回ちょっとね、あんまりいい感じに返事されないんだけど。じゃあ配信しましょう。なんだっけ？ジョジアニメだっけ？ジョジアニメだ。ストレスは溜まるけど、まだ27だからね。いけるでしょう。やりましょう。今日もなんかちょっと増えてますね。初見です。友達、今日は何話すの？ジョジアニメなんだけどな。みんな乗ってくれるかな？子供に混じって土曜、日曜、早起きしてる？朝起きれない。これにしとこう。ヒーローの方を見てるの？絶対見てないだろ。これも入れとくか。ジョジアニメの素晴らしさって、やっぱり純粋さだと思う。ヒーローは別に純粋さあるか、ちょっと伝わんなそうだけどな。こういう話してくれる子なんだ。女の子大好き。
女の子大好き。ちょっとそれ語弊ありそうだよ。ブヒヒ。女児アニメ大好き。ちょっとやばいやついるな。まだ配信始めたばっかなのにさ、まだ、6日か。まだ6日目の配信なのに、なんかやばいやつがちょこちょこ来てんのは何なんだろうな。何の作品が好き？いろいろコメントしてますね。コメント読みます。朝起きれない。わかるよ、朝起きれないよね。大丈夫。日曜の朝じゃなくて、土曜の深夜の延長だと思えばいいんだよ。それ寝てなくね？ヒーローの方も見てるの？もちろん見てるよ。今度ベルト見せてあげるね。持ってんのかい？おつ。割と好印象だったな。薬やってそう。ちょっと。なんかさ、トゲのあるやつめっちゃ多いんだけど。女の子に生まれたからには、誰でも一緒に夢見る。神アイドル。超天ちゃんも、いつかそうなれるように頑張るね。まるでバキのような、こと言ってますけど、薬やってそう。ジョジアニメの、アーケードゲームやってた時、出てきたエアカードを後ろに並んでいたジョジが、めっちゃ見てきて、しょうがないから、譲ってあげることができなかったのである。今思い返す、めっちゃムカつく。私の金で手に入れたんやぞ。女児相手にそんなマウント取るんじゃないよ。ちょうど一週間だね。これさ、思ったんだけどさ、一万人無理じゃね？壁が高すぎるんだけど。次の企画どうしようか悩んでるよ。P 助けてアイデア出して。クリアするまでゲーム。視聴者から質問集めて答える。まあ定番だよね、この二つとか。クソ巨大な声に乗って、新宿を一周するとか、頭おかしいだろ。ゲームプレイとかやってみません？じゃあそうする。素直。最高にしとくか。もう最高しか言えねえよ、俺。日の最高は軽いんだよな。まあ軽いよ。最高しか言ってないもん。じゃあちょっと、ストレスもね、好感度もちょっと、溜まってきてるし、ほどほどに下げる。ことが、どこでできるだろうか。お薬見たらなんか、やばそうなこと書いてあるな。効果、気持ちが落ち着きます。まあ、これはまだいい。副作用、体がふにゃふにゃしてます。怖いだろ。アメちゃめも、飲むとなんだか楽になるんだ。飲みすぎるとふわふわになっちゃう。これやばい薬でしょ。あんまり薬には頼りたくないけどな。インターネット。まあ、エゴサぐらいにしとくか。ちょっと好感度。ほどほどに下がってちょうどいいし。超天ちゃん。言うて超天ちゃんブーム潮時っしょ。早くね。超天ちゃんって誰？子供と一緒に超天ちゃん応援してます。子供と一緒に応援してんの？まずくね。リツイート。超天ちゃんの。ん？あ、顔面。本当に最強。グッズとか出たら絶対買う。ありがとう。顔面が最強の。もうね、読めないんだよね。字が潰れてて。もう、テンちゃんだよ。グッズ絶対出すね。シャツとか、アクキーとか。お？超テンちゃん、ファイナルフォーズ。だから、おかしいの来てんな。あ、お金欲しいけど、グッズってダリーからな。それに、ちゃんと余らず買ってくれるか不安だよ。そうっすね。用させてるとき、会社辞めて超テンちゃんの配信だけ見てたいっていう。社会人が割といるんだよ。変わってますね。この人たちの夢を叶えてあげたい。人も町もいっぱい壊して怪獣になりて、散々暴れ回ったのに他の悪い怪獣と戦ったりもするから、人類の敵か味方か審議されるポジションになりて。そうだなぁ。割とどうでもいいとかにしとくか。割とどうでもいい。初めて撃つな。ん？来てんのか？来てねえ。ガムシア。ガムシア。ん？いろんな女。彼氏のフォロー欄を完全にコピーしたと思ってる女。めちゃめちゃどうでもいいんだけど。割とどうでもいい。2連発。割とどうでもいい。ちょっとダメだな。ガムされるわ。どうしようかな。インターネット。またエゴサする？
ストレスも下がるし、動画サイトぐらいにしとくか。でも SNS もなんか事前告知って書いてあるもんな。たまには告知しないとダメか。告知したら人来るとかね、ありそうだもんね。人をダメにするソファー買おうかなって思ってるけど、これ以上ダメになったら人間の形がダメなくなっちゃいそう。そうか。陰謀論っていつ見てもワクワクするな。ネットのみんなが信じたりバカにしたり戦っていって調べるだけで全然飽きないよ。まあまあ歪んでますね。でもさ、こういうのに深入りしているうちにいつしか本気でそうない、そういう思想になるかもだよね。好奇心は猫を殺すってか。ああ、大丈夫。アメちゃんに限ってそんなことはないから。私は世界一理性的な女です。理性的な女って自分で言う人ほど理性的じゃない気がするんだけど。ということで、ネット受け抜群な陰謀論を配信でもやっていこう。じゃあ今日は陰謀論についてやっていこうか。オタクになるのは仕組まれたことだった。つまんなそう。それはもう最高ですね。最高だよーん。じゃあ行きましょう。え？結局行動できたやつが勝利するんだよな。もう基本的に会話がね、向こうからのスタートなんだよね。スタンプしか送ってないもん。そうな。同意とかないのかな。それな。これが適任でしょ。それな、それな。これは割と良かった。配信しましょう。あ、でも、そっか。こうなんか、いい感じに色が違うやつはいい。なんか、めちゃめちゃいいとかあんのかな。なんか、やばいな。陰謀論のストレスがやばいんだけど。マルハゲド、ハルマゲド？ハルマゲドってなんだよ。ハルマデク、ハルマゲドンか。ファイナルボーズしましょう。みんな怪獣が好きかな？いきなりファイナルボーズ始まっちゃったよ。好き好きガオ、ソフビ集めてます。超テンちゃんの方が好き。いいですね。だって一度はクソでかい怪獣になって自分の学校とか会社を破壊したいと思うことあるよね。ガオ、ガオも入れときましょう。そういう思いが強かったからか。超天ちゃん結構怪獣映画好きだったな。特に90年代の作品が好きなんだ。まだ CG 使ってないから。お、昭和の怪獣映画は？これも入れとこう。年齢バレしそうだけどね。もちろん現代の CG 技術はそれはそれでいいけどね。でもやっぱり本物の火薬の迫力は違うんだよな。なんか会話が渋くなってんな。こういう話を無限にしろ。チャンネル登録した。来たー。チャンネル登録してくれる人がいますよ。怪獣も入れとくか。俺の会社を潰して。やっぱね、そういう人もいますよね。来た。コメント見まーす。昭和の怪獣映画は？昭和は昭和で味があるよね。あっちの時代しか、めちゃめちゃ早口で言ってそう。妨害が怪獣になって何万人も殺しちゃうとかね。どんな怪獣が好き？やっぱり公害から生まれたやつかな。一目で危険ってわかるのがいいよね。公害から生まれたやつってなんだろう。怪獣映画詳しくないからな。お !375 人増えた。375人か、きちいな。そして、てんちゃんが本当に怪獣になったらその時はみんなで殺してね。約束だよ。いつも可愛い好き。ラブ。来たー。よかったー。いつもろくでもないさ、リップ来てるからさ、ほら、薬やってそうとかさ、4万円貸してくれませんかとかさ、遠慮な、ヒロインが何らかの副作用で、怪獣や怪物になってしまう展開いいよね。ちょ、見たことないけどね、俺、そういう、アニメかなんか。お早寝早起きに成功。太陽ポカポカすぎ、ワロだ。まさか健康的な生活がこんなに気持ちがいいとはね。もしかして一生これなら、ずっと幸せなんじゃないですかね。やっぱ、フォーエバー。絶対持ってないでしょ。すいません。あんま持ってないです。好感度下げるには、何がいいんだろうな。コミュ力とかもね、上げてった方が、いいと思うんだけど。
ト率も下がるし、やっぱ動画サイト見分けるか。やっぱ男は血と硝煙の匂いが似合う男じゃないとね。あー、アメ。え、アメも銃持って激しく暴れてデスペラードになっちゃうか。まあ勝手になっててください。好きなことを楽しそうに話している動画っていいよね。それで見ていて学びもあればなおいいよね。やっぱりインターネットのいいところって学校で習わない変な知識が溢れてるところだと思わない？私はろくに学校行ってないけどね。まあ確かに学校では全く習わないこととかね、大いにあるから。私もバカで低学歴でハゲでメンヘラな私なりに興味あることを調べた知識を喋ってみたいな。よし、オタクの好きそうな話解説してみるぞ。これについていろいろ読んだことがあるからね。オタクとはウィキペディアとか載ってそう。やるぞ。でも言うことが OK か、最高かしかない、ね、最高か。 OK、 よし、浴衣進みましょう。いろんな女、推しに貢ぐためにキャバや、メンエス勤務を検討している女。どうでもいい。心底どうでもいいんだけど。割とどうでもいい。お、それな。こういうなんか他の女系はいいのかな？割とどうでもいいだもん。あとは何かあったかな？動画サイトも特にない。たまに薬摂取してみる？一回。一回してみるか？お薬摂取。一日一回二錠。二錠摂取しましょう。デバイス適量。てか、逆に適量外とかあんの？もっと。もっとってなんだよ。怖えよ。でもなんかびっくりマークついてるしな。ちょっと、一回びっくりマークするか。こう。ちょっと、ね、適量外だけど。5って何？ちょっと待って。5ってなんだよ。処方薬5。5、5、5。おかしくね、なんか。5するか。完全に適量外だけど大丈夫。何？鬱だ、死のうってわけにはいかないんだよな、これが。アメちゃんにはフォロワー数という死より、甘美な欲求がそこで待ってるからね。とはいえ、人生は辛いことばかりだ。お酢薬飲みながら配信するか、誰が見るんだよ。怖いこと、苦しいことがすでに消えますように。そうだね、そうだね。闇配信。闇配信してみる？本当にな、すべて消えますように。それな。割とどうでもいいよ。どうでもいいんかい。よくねえだろ。お前が始めた会話だぞ。まだ収益化まで目標達成できないよ。いやー、結構きついっすね。私、ピと離れ離れになるの嫌だよ。まあ、追い出されたら一人で実家帰るだけだけど。いいじゃねえか、じゃあ。やっぱ、ホイバンしとっか。それな。マジ一日しかないからね。私、これからも積極的に頑張るから応援してよね。ピンも頑張ってよね。頑張ってんだけどね。なかなか、普通のアイドルみたいなこと言い出してキモい。なんでこっちまで頑張らなきゃいけないの？ちょっとね、下よりまだこと自虐的な方が。そうだね、なんで私、こんなこと言ったんだろう。そんなに頑張りたくないしな。それぐらいでいいんすよ。お、ストレスが1だけ下がった。ね、頑張りたくないしな。それなぁ。やっと聞いてないでしょ。聞いてたよ。聞いてた上でのそれなだよ。どうしようか。まあ、新ネタ発見のためにエゴサでもしますか。超てんちゃんの配信、切り抜きあんの？切り抜きあったらもう結構すごくない？超てんちゃんって誰？超てんちゃんに好きな怪獣ソフビー送りたいな。住所希望ぬ。いや、別にいらないんすけど。なんかいろいろ
言う人もいるけど、私負けないから、男の人を喜ばせるために自分が好きだからやってるんやし、ちょっと顔がいいからって調子乗りすぎ、上には上がやるって言葉知ってる。またちょっとなんか高圧的になってきたな。マジおっさんがいろいろ言ってくるの、うっさすぎ、バーカ。何でも絶賛するようなら、されるようなら二流だよね。だってそれは大して拡散へ流行してないから、アンチまで届いてないってことだもん。つまりアンチがいるっていうのはその分ファンもいるって証拠なんだよ。うん、まあ一理あるね。だからアンチが出てきてもむやみやたらに怒らず、アンチと戦ってみた。これ見てー、これ見てーな。アンチが出てきてもむやみやたらに怒らず、それを許せるくらい寛大になれるわけねえ。オタク風情が地を垂れ上げて偉そうに仕上がって言ってよし。アンチのやつと戦ってやるかね。戦いましょう。最高か。戦いましょう、これは。お、好きなことで生きていく。一切働かずゴーゴーするだけでやっていく。違うと思うけどね。それは違うと思うけど。まあ、もうそれなって言っとくか。めどくせえから。割とどうでもいい。まあ、会話はね、本当にどうでもいいからね。あとやれることはな、お薬はちょっとまずいよね。お薬のね、さっきびっくりマークあったから一回使ってみたけど。それがないなら別にね。あ、びっくりマークをとりあえず信じてっか。やっぱ最初だしな。お。これは前回の書き込みだね。書きこするか。クソスレにインターネットエンジェルが降臨しました。またスキーアート作ってるよ。前の配信具だったから絶対叩かれてる。P に代わりに見てもらわなくちゃ。だってなぜなら自分で見るのは怖いから。思ったより叩かれませんように。ネットサーフィンしていて思ったけどさ。ネットでの黒歴史って気になるよね。私も黒歴史もネタになるんじゃないかって。そんな黒歴史になるほど配信してないけどね。マジで配信したくねえんだけど。まあ思い出したら死にたくなってきた。でもこういうのってちゃんと苦しいから面白いんだし、やらないと大変だね。配信者は大変だ。まあね、結構自分を偽んなきゃいけないみたいなとこありますね。なんかこのブロンズマークのやつめっちゃ来るな。私の黒歴史。まだ黒歴史中にはちょっと早くないかな。配信者は大変だ。それな。こっち配信者じゃないけどね。うざ。まあまあまあ、好意的と判断しましょう。私の、配信開始した瞬間、私は、檻の中の動物じゃないって叫んでみようかな。最高だね。それ言いましょう。違ったらしいね。いやー、ネタ的な意味でいいと思ったんだけどな。じゃあ、アンチと、黒歴史どうしていきましょうか。どっちも面白そうだけどね。アンチと戦ってみよう。こっちの方が気になるわ。おい、ネットで私の、おお、来た来た来た。330人だよ。私、ネットで私の悪口言ってるやつ、お前、人の気持ち考え、おお、喧嘩か。いいぞいいぞ。始まりましたね。アンチバトルが。アンチは構ってほしいだけ。まあ、その通りだね。俺は言っとくか。アンチに反応しない方がいい。顔だけの女だな。うつはその顔面が最強だから人気なんです。どうせ彼しか興味ないんだろ。こんなリップ来てたのか。いやー、面白いですね。こいつオタクに媚びすぎだろ。まあ。まあ、私はすでに天使なだけです。まあ、天使なだけだからね。こんな天使にもアンチがいるんだ。なんかあれだな。反応した方が面白そうなやついっぱいあるな。どうしよう。こういうとこにする？顔以外も最高なのにね。そうかな？そういうわけではない気がするけど。すっきりした。じゃ短かったけどね、毎回配信が。アンチに反応しない方がいい。そうだね。でもたまには殴り返してやらなきゃ。インターネットは常在戦場の、ああ、もう戦場、まあ要は戦場ってことね。天使はアンチがいるんだ、いるんだよ。美少女いじめるのは生きがいな、きっしょい、くっさい、汚い、キモい、ハゲのオタクたちがね、言いたい放題。またやって、お、またやってってきたよ。ストレスは溜まったけど。良い子のみんな、
自由に発言できるのがネットの長所だけど、画面の向こうにはちゃんと同じ人間がいて殴り返してくることがあるって、あることも忘れないでいようね。お、辛いこともいっぱいあるよな。わかるよ。でも俺も頑張っているから、てんちゃんも頑張れよな。すごい、好意的なリプが来た。よかった。さて、アンチのバカも垂らしすっきりしたし、今度は私が、ムカつか女配信者のコメント欄を荒らしていきますか。それは時間の無駄だからやらなくていいと思うけど。やばい。家賃の日だ。家賃の日だけど大丈夫か。ピー見てお花買ってきた。アメちゃんに似て可愛いね。いらねえ。いいね。アメちゃんに似て可愛いね。でしょ。私がいないときは、お花アメちゃんだと思って可愛がってあげてね。なかなか厳しいですけどね。やっぱいいわ。よく考えたら私の方が可愛いし、私だけ可愛がって。なかなかめんどくさいっすね。はい。はい。わかりました。はい。はい。よかった。となった、いいものの、もう10日になっちゃったから家賃が払えないっていう。なんかマイピクチャーとか面白いのないかな。あー、あれか。なんか今まで見たイラストが見れるよみたいな、そういう感じが結構多いな。他にはまあ、特にはなさそうだけど。ストレスも、まだいけそう。まだいけそうだからね。掲示板でも行きます？クソスレにインターネットエンジェルを毎回降臨させてるけど。嘘、子供の頃から好きだった作家さんが、超てんちゃんの話してる。嬉しい、こういうことあると、配信やってきてよかったって思うよ。お前より好きな女ができてしまった。なんかすまん。いや、知らんし。嬉しかったけど、反応した後に DM で、今度通話しないかってしつこい。好きだった作家が、出会い中と発覚するの強すぎ。まあ、逃げそんなもんか、寛容。軽いね。未来人からの書き込みって昔あったな。こういうネット発のオカルト話ってすぐ嘘扱いされる現代だと無理だよね。まあね、ネットリテラシーが高くなったという感じなんでしょうか。未来からの書き込み。ちなみにアメちゃんとピュア、未来の果てても永久に一緒だからね。ちょっと困るな。ラブフォーエバーって言っておきましょう。はい。ちょっとしか言ってん。あ、いろんなの、スマホに保存されている画面、画像が、ソシャゲのスクショしかない女。まあ、どうでもいいっすね。よくない、よくないのかよ。めんどくせ。じゃあ、どうしましょうか。他にね、なんか特に、やれることもないんだよな。ストレス下げに勤しみます？もしくはちょっと、来てもらうか。まあ、闇ともそんなにないしね。お口しときましょうか。なんでみんな、最近みんな荒れてんの？超てんちゃんが悪いのかな？みんなもっと優しくしないと、配信者って画面の向こうで傷ついてるの想像したよね。いい子だからできるよね。あ、これアンチ、そう、タイプのヘラ、やっちゃったかな。このギリギリの感覚が難しいな。今度からピッと相談しなきゃだね。俺がツイッターやった方がいいんじゃないかな。コラボの誘いとか別に嫌いじゃないんだけど、ついつい返信するの忘れちゃうんだよね。そしたら相手がめっちゃ怒ってたりとか、生きるのって難しいね。なるほど。まあそれはね、無事死亡ですわ。今蘇らせるか待って。はい、配信しましょう。未来からの書き込み。まあ、ストレスがやばいことになるな。ああ、でも連続配信ボーナスとかあるんだね。やっぱ連続で配信した方がいいのか。黒歴史行きましょう。顔がいい。ええやん、ええやん。どういうこと？歌ってみて、来た！歌ってみては、これはもうね、あるあるでしょう。自分なりの歌詞書いたらめっちゃさらされて笑い物耐えて、俺はきついわ。
コピペになって朗読とかもされてかわいそう。もしかしたら知ってるかも。知り合いか。お、かわいそうっす。これだな。どんなこと書いたの？ああ、どんなこと書いたのっても気になったけど、まあ、今回はこれでいこう。歯絶対許さん。お前らの反応でも見るか、歌ってみて。歌ってみてはまあ、あるあるでしょう。私の歌が聞きたい？じゃあ、いいマイク代ちょうだいね。俺、家賃も払えないんだよ、こっちは。かわいそうっす。でしょ？しょぼーん。焦点。まあでも、いい感じですね。黒歴史は封印、なんだ？なんかやばい音になったんだけど、大丈夫か？黒歴史は封印されないといけないんだ。その先にあるのは破壊だから。お前の発言全部、ふーんって感じだわ。ひどい。あー、今夜思い出して絶対寝れないよ。こんなのが伸びるほど今の配信機会は甘くないよ。覚悟できてる？こういうやついるのか。でもさ、脳症炸裂ガールにマジだった思い出忘れてくねえはねえよな。まあ、もう心の中に留めておけばいいんじゃないですかね。おっと収益化も達成できなかったし、家賃はもらえなくて追い出されちゃうし、もう私たちも終わりだね。金の切れ目か縁の切れ目、実家にか、ああ、行っちゃったよ。帰らせていただきます。どんな世界もお金だけは平等です。ああ。じゃあまあ今回は、この辺にするか。とりあえず、1個目のね、エンディングはね、1万人達成が目標って言われたけど、全く1万人に達成することはできず、2000人っていうね、もう情けない結果になったんでね、ちょっと次はね、有名配信者になれるように頑張りたいと思いますね。ではまた、次のね、配信業に、来てください。お疲れ様でした。